サンクトペテルブルク国立鉱山大学は、サンクトペテルブルクに本部を置くロシアの国立大学である。1773年に設置された、ロシア最古の技術教育機関であり、ヨーロッパの鉱山学校としても、歴史の最も古い学校の一つである。また博物館として、鉱物や宝石の最高レベルのコレクションを保有し、教育目的で小規模の鉱山設備を有している。 研究所の建物は、アンドレイ・ボロニー品の設計で1806年から1811年の間に設計された。建物の装飾を行ったのは、ステパン・ピメノーブ、ビジリー・ダムス・マラノーフスキー、マイケル・スコティラである。1773年に、ロシア帝国女帝エカチェリーナ2世によって設立された。はじめ鉱山学校と呼ばれ、1804年に、マイニングカデット、 エスコープスとなり、1833年に鉱山技術部隊、1866年に鉱山研究所となった。ソビエト連邦時代は、1870年代に研究所のメンバーであったゲオレディ・プレハーノフの名前が付けられ、ザ・ GV ・プラホナフ、レニングラード・ステート・マイニング・インスティチュート・テクニカル・ユニバーシティとなり、 1958年から1960年の間は研究所の司書がボークター、スランツィアカン学校、マンシャコセック、キロウフスクに設立された。1869年からロシア鉱物学会の本部が置かれている。ありがとうございます。